はい、くだりくんだよ、まさるとゴロちゃんと監督です。今日は監督じゃねえ、ゴロちゃんか。今日は船橋で見つけた新オープンのお店、牡蠣もビールも生が好き、させていただきました。なんでも生が好きです。ゴロちゃんらしい、なんでも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 生が好きな、ね、ゴロちゃんのおすすめのお店なのかどうかまだわからない。おすすめとかではないけど、新オープンのね。そう、それでなんか10月1日ぐらいからオープンして、今日までね、安いと。今日まで安いと。何が安いんだっけ。静岡県産ハイボールとワインとサワーサワーってね、が何回飲んでも100円、100円って書いてあった。何回飲んでも100円らしいね。で、インスタをメンションすると1円。まあ今日までだからね、これが上がる時にはもう終わってるんですけど。そうなんだね、100円どうでもいいよ。とりあえず牡蠣の店ですね、生牡蠣が899円っていうのが売りやっていうことなんで、まあとりあえずは、まあ、乾杯していきましょうってことですね。はい、まずエールビール、クラフトビールもなんとサーバーであるみたいなんで、これ珍しいです。おすすめです。高いけど、もう合わなくなっちゃった。乾杯しましょう、乾杯しましょう。えい、乾杯。お疲れです。えいえい、ちょっとグラス多いな。お疲れです。うまい。あ、これ飲んだだけでもいいや、来た価値があるわ。うまいね。いい、ええ、いい。ってことで、じゃあ頼みましょう。適当に、カキよろしく。あれ、監督カキ食えんだっけ。食えるよ。じゃあ監督が7月食べるから。いや、俺も食べるよ、はい、これみんな一回食べるでしょ、これとこれ一個ずつは。ああ、そう、分かった。いや、俺正直生ガキが嫌いだもん。いや、俺もあんまりさ。いや、でも、ね、飲食店やってた人あるあるなんでね、これを食ったら危ないっていうの知ってるんだよ、やっぱり。いや、危ないとかじゃなくてね、もともとカキフライとか食えるんだけど、そう、焼きガキは好き、鍋のカキも好き、カキフライも食える。生ガキだけはちょっとあんま食べない。そんな感じだろ。だからやっぱそうなんですね。これ食って俺喉出ちゃうとさ、店全体閉まっちゃうとかあったからね。そう、嫌がらせんの。じゃあとりあえず、じゃあ食べます。せっかくなんで、生ガキ4つ、焼きガキ4つ、4つね。さあ、あとやっぱカキセットとピーチとか生が好き。でも結局これってさ、こんなね。あ、なんかあれだ、乗ってるのがあんな。なんか多分いろいろとしてるね。カレーおつは乗ってんだね。まあいいや、はい、じゃあ行こう。とりあえず注文します。じゃあ食べていきますか。カキはメインのカキ来たんで紹介してください。ちょっとこれが生ガキをつけてね。で、これが痛風カキ、イクラとウニが乗ってる体に悪いやつと体に悪いやつと焼きガキね。焼いてんのかと。まあでもちょっとふっくらしてるやっぱり、ね、火は入ってるのが分かるけどね。そうですね。じゃあ食べていきましょう。どうぞどうぞ。まあ、まずはやっぱ生からいこうよ。そうです。これはどう使うの。セキレンです。あ、じゃあ噛むタイプ。いけるかな。さっきいけるかな。マジか。そうそう、マッチャンバスゲーム。いただきます。なんか外れてる。外れてる。外れらしい。こっちかよ。こっち、そっち。臭みはないと思う。いけなくはなかった。別に美味しくはなかった。もともと好きではないから。いけなくはなかった。行ってみ。じゃあ俺焼きガキ。なんで。生ガキか、マジ。いつぶりだろうな。いけなくはない。ミルクジェラート。はい、こうやってください。いただきます。うん、うんうん、いけなくない。うん、これ美味しいんじゃないか。思ったよりさっぱりして美味しい。これはそんなかけない。醤油ね。醤油か。確かにこれ醤油はいいかも。やっぱり焼きだよね。いただきます。
うん、焼きうめ、焼きうめ、焼きうまい、焼きうまい、焼きうまい、じゃこれうまいかも。じゃあ最後水風別々に食べたいね。イクラとウニとカキを一個ずつ食いたい。それはもう商品として間違っちゃってるんで食べてください。もったいなくない？この醤油いっちゃうかな。醤油だろ、ウニでいく入ってる。だから膝痛くなる味してる。これうまいわ。これはうまいんだ。生、普通の生ギとこっちの違う。こっちの方が美味しかった。いやもういくらの味が強くて。これうまい。あーそう。高いものじゃないと体が受け付けないそうだね。200円と500円だからね。200円と600円だよ。600円か。これうまいわ。でもこれ焼き焼きうまい、ね。焼き焼き美味しい。まあこれも400円だから。倍だからね。牡蠣が、実は牡蠣の種類がもう違うかもしれない。ってことで生牡蠣は好き嫌いがありますが、焼き牡蠣と通風ぜひおすすめです。お召し上がりください。これうまい。枝豆、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 枝豆。お家でも簡単に作れます。じゃあ監督も食べるでしょ。取る、え、もう閉める。今閉めようと思って。はい、ということで飲んできましたね、結構結構飲んだね、5、6杯飲んだ。まあ、全然始まったばっかりぐらい。でも、やっぱりちゃんと100円ですね。まあ、確かに。牡蠣もね、焼き牡蠣は美味しかった。まあ、生牡蠣はね、好き嫌いがあるかなと思うけど、でも、通風が良かった。通風良かった、やっぱりね。通風、通風美味しかった。通風美味しいという言葉がありましたんで、ぜひ試してみてはいかがでしょうか。新規オープンのお店、まあ、今日の木曜日だけどすごい混んでて繁盛してる。でも結構奥まで席もいっぱいあるから、席数もある。うん、結構団体でも多分座敷とか使えるんで、席試してみてください。まあ、今日入ってるのはね、ここ個室なんですけどね、うん、そう割といいですよね。うん、いい個室。若い人たちが多い。若い人たちが多い。店員も客もそうだね、楽しめる場所だと思います。おしゃれだし、おしゃれ、おしゃれなんですね、多分。俺もあんまこういう店来ないからさ。まあ、ということでぜひ来てみてはいかがでしょうか。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。